楊露禅は、新朝時代の実在した、武術家。中国武術の一つである太極拳の様式、太極拳の創始者。聖は幼、意味名は、福崎掛け。字は、露禅、または、六禅。祖籍は、中国家北省永年県縁門祭神。後に永年県甲府鎮南館に移る。子に、楊大鳥港、楊繁港、楊健港がいた。 家は貧しかったが、幼少より武術を好み、はじめは少林圏系の武術を学んだ。養路禅と太極圏の出会いは、はっきりとしていないが、いくつかの説がある。これは、すでに死後150年近く経っていることと、養路禅自身が深刻化され、様々なエピソードが誇張、あるいは混ざり合っているためである。この下りは、養路禅鎮交通圏として有名である。 40歳を過ぎた後、故郷の甲府鎮に戻った後は、幼馴染の武勇城などに憲法大化式、別名は廊下108式、一般には略して108式を指導した。また、子供の養藩校、養健康らが、竹う城が経営する学校に通い、勉学に励んだ。やがて、警察官をしていた竹う城の兄である竹氏、南寺清氏に推薦され、 北京に赴き王族らを指導した。指導した王族や貴族らは贅沢な暮らしをし、病気が多く忍耐力がなかったため、なかなか上達しなかった。そこで動きを改良し、また長袖、弁髪という当時の格好でも動きやすいように改めた。動きがゆっくりと大きく、ヤワゴを合わせ持つこれらの改良型は、対極消化誌と呼ばれ、 子供や孫のよう清しはじめらが改良を重ね、今日の様式対極拳の雛形となった。これにより、初心者でも比較的簡単に学ぶことができ、発展の手助けとなった。北京で対極拳を教えていた頃、ススタンで大儲けをした蝶という符号の宴会に招かれた頃、他の武術家は体が大きくがっちりした体つきなのに対し、 ヨーロゼンは痩せこけた体つきだったので、末席しか与えられなかったが、腕比べが始まると芝叩たたく間にすべて倒してしまった。このことを聞きつけた各部派がヨーロゼンに挑戦したが、誰一人として勝てなかったので、この頃からヨー無敵と言われるようになった。ヨーロゼンの死後、二人の息子やその孫の三代にわたり、改良を重ね、現在の様式対極権となった。 現在、日本において、太極拳として親しまれている24式は、洋式太極拳をベースにし、健康体操として1956年に、中国政府によって普及用に制定された、当時で、洋式の一部をインスタントに伝えるに過ぎないという、意味で、感化対局権と呼ばれるが、陳式も含むより、高度な武術太極拳一般への入門編という、側面があり、 世界的に広く普及している。中国では、洋式太極拳の創始者として神格化されており、様々な伝説的なエピソードがある。ある時、洋はツバメを手で捉えた。手のひらを微妙に上下させると、ツバメは足に力が入らず、どうしても飛び立つことができなかったという。洋路禅の手は、野生動物を模量化する精妙な動きをしたというので、ある。 洋式対局拳はゆっくりとした動作が特徴的だが、洋路前の動きは非常に素早いものだった。初強しは矢のごとしという言葉が伝えられている。ある時、挨拶もそこそこに、洋路前に対して不意打ちを仕掛けた少林像がいたが、彼はその場から一歩も動くことなく、層を吹き飛ばしたという。ありがとうございます。